窒化放素は窒素と鳳素からなる個体の化合物である。周期表で炭素の両隣の元素からなる 3V 属化合物なので、性質面で炭素と似ている点が多い。炭素には常温常圧で安定な黒塩と高温高圧で安定なダイヤモンドがあるように、窒化放素にも六方小系の常圧症と立方小系の高圧症があり、HBN、CBN と呼び分けられる。 上圧症の HBN は1842年、バルメインにより、高圧症の CBN は1957年、ウェンターによって初めて合成された。HBN の粉末や成形体は固体潤滑剤、ファインセラミックスなどに使われる。CBN の粒及び焼結体は、主に鉄と鋼用の研磨剤及び切削工具などに使われる。 上圧症窒化放素の結晶さずが HBN の結晶構造の模型で小さな青が酵素、大きな茶が窒素である。酵素と窒素が交互に正六角形の頂点にあるが、図中とでは酵素と窒素の位置が逆である。そして、の上に、そのまた上にというように、と二層周期で積めば六方小系の窒化放素が組み上がる。 図の六角の網目の重なり方が3層周期である、皮脂面低照系の窒化放送も報告されている。シアンカカリウムとメタホウ酸ナトリウムから合成した窒化放送に含まれるが、高圧症 BN が HBN に戻る過程で生成すると予想されている。これらの構造は黒煙と似ている。黒煙では青、茶の区別なしに角の全部が炭素原子で占められるが、 やはり六角の網目が重なっている。他に低温、または気層法で合成した BN は無秩序な積層構造となりやすく、このような BN は卵層構造 BN と呼ばれる。上圧症窒化放送は原子がしっかりと組み合った六角網面が広い間隔で重なり、相関をつなげるのは弱いファンデルワールス力であるから、互いに滑りやすい。このために、 白い黒煙とも呼ばれる。木面がしっかりしているので光子振動によって熱がよく伝わり、電気絶縁体の中では最高の熱伝導率を持つ。熱膨張率は低く、アルミナの約10分の1である。高熱伝導率で低膨熱張り率であるためセラミックス中で最高の熱衝撃抵抗を示し、摂氏1500度以上から急冷しても破壊しない。 電気絶縁体であるという点で黒塩と異なる。黒塩では、層内の原子が3本の結合種で結び合い、炭素の4個目の値電子が金属における自由電子のように網面内を走り回ることができる。一方、上圧症窒化放素では、六角の網目を組んだ後、窒素に残る2個の値電子は、電気陰性度の高い窒素原子に捉えられ、動くことができない。 可視光線を吸収しないため白色である。大気中では摂氏1000度まで、真空中では摂氏1400度まで、不活性危険では摂氏2800度まで安定である。アルミニウム、銅、亜鉛、鉄、鋼、ゲルマニウム、ケイ素、ウ素、氷昇石、ガラス、ハロゲン化物の通る体に塗れない。柔らかく、モースコードは、石膏、黒鉛と同じ国である。 成形体は機械加工しやすく、マシナブルセラミックスとも呼ばれる。密度は2.27グラム毎立方センチメートル、融点は摂氏2967度、沸点は摂氏3273度である。次の製造法が代表的である。高圧症窒化放送の結晶構造の模型渦の左半の正三角形に筋目をつけて折り上げ、接する両線を貼り付ければ、 正三角形4枚の正四面体ができる。その4つの頂点に B 原子あるいは N 原子、そして重心位置に N 原子あるいは B 原子を置いた正四面体から窒化放送の結晶を組み上げることができる。ダイヤモンドでは頂点と重心位置とがすべて C である。その正四面体を密に平面上に並べると図の右半の網目模様となり、 正三角形の中央で120度間隔の三本足を付けた黒点が正四面体の頂点の原子、それ以外の黒丸が正四面体の底面の原子である。これらは正四面体からなる層をなす。その第一層の上に乗せる第二層の正四面体は、第一層の頂点、すなわち三本足付き黒点を足場に並べることになり、その場合、 図の右端に斜線をつけた型と型の二通りの並べ方がある。そして、向きの層の上に、向きに、その上も向きに、とと積んでいくと、立方症型の窒化放送になる。図の網目模様が立方症の面である。この構造は、線亜変更型と呼ばれる、ダイヤモンドも同じく型である。他に、ウルツアラガネ型の WBN と呼ばれる高圧症もあり、 その模型は型である。これは六方章である。結晶構造がダイヤモンドに類似し、原子間距離もほぼ同じであるため、ダイヤモンドに順じて硬い。ヌープコードはダイヤモンドの7000、8000に対し4500、4700 45 47である。コードは摂氏800度まで変わらない。熱伝導はダイヤモンドと同程度に高い。ダイヤモンドと同じく伝導性は持たず。 純粋な結晶は無色透明である。ダイヤモンドと違い、鉄、ニッケル、その他の合金に溶けない。摂取900度の酸化危険では、B2O3 の保護被膜を作るが、被膜は1200摂取1300度で蒸発する。摂取1400度前後で蒸圧症に戻る。水蒸気があると、約摂取900度で放酸とアンモニアに分解する。 密度は 3.48g マイリッポーセンチメートルである。常圧症窒化放送は 18GPA1730 摂氏3230度の環境で高圧症に変わり、それは常温常圧化でも純安定症として存在できる。原料の常圧症にアルカリ金属、アルカリ土類、あるいはそれらの窒化物を加えると 47GPA。 摂取線5 0 0度で変換するようになる。清水圧高圧合成装置図のような組み合わせで、その条件を作ることが多い。図は断面で、上から見れば、すべての部品が円形である。ベルトを締めたような感じから、ベルト型と呼ばれることもある。高空き円盤のダイスと、上下の突起付きアンビルトが作る隙間に、原料やジュール熱発生用のヒーターなどを詰め込み、 圧力漏れ防止のパッキングを挟み、上下から加圧し、浄化管に電圧をかけて加熱し、高圧症に変換させる。あと始末の生成勝利はいる。この方法で生成する高圧症は、立法症の c b n である。その方法のほか爆薬で瞬間的に高温高圧状態を作り、高圧症に変えることもできる。この方法で生成する高圧症は、 ウルツアラガネ型の WBN である。細かい、炭素繊維的な HBN 繊維が製造されている。フラーレン型の窒化放素、カーボンナノチューブ状の窒化放素も研究されている。CVD、熱、CVD、PVD などで電子素子用の HBN、CBN を作る試みも進んでいる。ペレット状にした MGB2、MG。 BN を共に消結して m g b に超伝導体の単結晶を作るシステムが確立されている。2009年には高圧症に相当する窒化放送が自然界で発見され、2013年にキングサンイトと命名された。ありがとうございます。